こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、ガイストクラッシャーガイメタル2弾聖獣ガイスト討伐編の風のアルテミスセットです。このシリーズいろいろアップしてきたんですが、今回で一応最後ですね。叩き売りで被ってない種類だけ買ってきたので、一応はこれでおしまいです。まずはこちら、台座に変形するガイメタルです。コードはこちらですね。ガイメタルは今回緑です。それでは早速変形させていきます。まずは中央を引き出します。こうヘラジカみたいな頭が出てきましたね。そのまま回転させて顔を引き上げます。おお、一気に鹿っぽくなってきましたね。尻尾を出して、続いては足。いやー、これ本当考えた人すごいなって毎回思いますね。ゲームとかアニメの人気不人気問わず、設計者はすごいなって毎回思います。さあ、前足を出した後は今度は後ろ足引き出しますが、ちょっとこれ指引っ掛けるところが辛いです。反対側も引き出して調整すれば完成です。フォーチュンアルテミス、クリアといえど同じ色が幾層にも重なっているので立体感がすごくありますね。そしておなじみの台座、こちらを変形させまして、フォーチュンアルテミスと合体。これでディスプレイとして飾れます。なかなかこのシリーズは面白かったですね。たまに引っ張り出して変形させてます。他にも種類見つけたら買いたいなとは思ってますが、人型に変形する彼らはちょっとごめんなさいな感じです。以上、トイハッピーでした。